茨城ランチェスタ大学、ね、ランチェス茨城ベンチャー大学っていう、ね、ランチェスター祭りっていうね、こちらの、DVD がね、完成しました、ね、こちらの子はね、まあ、講師10人、ね、7時間ぶっ通しセミナーってことでね、菅谷慎一さん、ね、まあ、この衣装なんかねプレゼントしてくれた菅谷慎一さん、僕のホームページ作ってくれた方ですけどね、菅谷慎一さんがね、まあ、僕の出版記念セミナーね、ちょっとしたいなっていうことで 前からね、おっしゃってくれててですねでなかなかちょっと実現してなかったんですけど、まあ菅谷さんね、よし、どうせだったらね、ちょっとみんな集めて、ね、やってみようっていうことで、おっ始めたセミナーなんですね。で、講師は10人出てますね、坂井敏夫さんとかですね、まあ、僕の経営の師匠ですね、で小山さん、ね、僕の出版ができたきっかけは小山さんのおかげですからね、あと中本さん、ね、北海道からわざわざ来てくれた方ですね、ベストセラー、作家さんですね、で石川さん、ね、商品企画のプロと、ね、朝コーヒーってありますね、その朝、コーヒーを開発された教授さんの、まあ、お弟子さんみたいな方が、ね、ヒット商品の裏側知ってると、ね、あとは、福田さん、ね、名刺のプロですね、マスコデラックスも驚いたということで、まあ、テレビに出た方なんですね、1回ね。で、まあ、菅谷さんですね。で、鈴木さん、ね、YouTube でね、なんと1億円売り上げ上げちゃったっつってね、すごい方ですよ。しかも数ヶ月で、そんなに経ってないですね、1ヶ月後くらいですか、ね、YouTube 始めてからね。という方、あとですね、菅谷さんのアドバイスに、通りに、ね、実行した方ですね。あと、今瀬さん、ね、負債30億から復活したっす。方ですからね、すごいですよ、ね、もう包容力が全然違う、ね、僕も人生相談は今津さんに頼んでますからね、はい、あとは木村さん、ね、もうモデル、僕が生まれてきた中で一番こうかっこいい男ですね、木村さん、まあ、本も出版されましたからね、木村さんで僕ですね、喋らせていただきました、まあ、最後の大取りで喋らせていただいたんですけどね、ここではね、僕の話で絞って喋ると人生論をね、喋らせていただいたんですね。人生論いや半年で僕4冊、出版実現しましたので、まあ、それに至る、まあ、信念の持ち方みたいな、話を1時間ぐらいさせていただきましたね、うん、まあ、僕自身も非常に楽しくね、これ講演させていただきましたので、かなり力を入れてね、やりました、ね、まあ、僕以外の話なんですけどね、非常に非常にねこう熱のこもってね、熱弁ができましたので、ね、やる気が出ると思います、この DVD を見たらね、うん、まだちょっとね、僕はDVD のちょっと焼き回しとかね、これからちょっといろいろ試してみて、ね、まあ、販売できるなっていうね、状況になったらね、ちょっと販売スタートしようと思うんですけどね、また、ソーシャルメディアで、告知をしてね、販売9800円ですけど、で販売させていただこうと思うんですけどね、うん、で今非常にね、こうプロのね、10人のお話が全部入っててね、9800円で7時間ですからね、すごいこうお得な、ね、DVD になってますので、ぜひね欲しい方は、また近日発売しますので、ぜひぜひチェックしていただいてね、ご購入ください。